米沢みのるしん、古典部、シリーズ今更翼と言われても、今更翼と言われても、は、2016年11月30日に刊行された、米沢みのるしんの短編推理小説集。古典部シリーズ第6弾。野生時代、文芸、角川に掲載された、表題作多5編を収録した、短編集。2016年11月に単行本が発売された。 A 代は、ラストシーンベアリング。前作、二人の距離の概算から実に、約6年ぶりの新作となった。また、発売して間もない12月2日には、重版が決定した。2019年6月に、文庫版が発売された。週刊文春ミステリーベスト102017年で、第8位にランクインした。書質、文芸か,どかはボリューム20。書質、 野生時代105号。書質、野生時代56号。テレビアニメ、評価第18話原作。書質、文芸角化,化はボリューム21。書質、野生時代120号。書質、野生時代146号から147号。ここでは各回ごとに登場した人物及び、主要登場人物の関係者を紹介する。二千十九年に、 今更翼と言われても、が文庫化された際に、角川文庫総監70周年特設サイトのコンテンツとして、米沢実のが収録作品について語るインタビュー記事が公開され、加西水作画により、表題作の冒頭を描いた8ページ漫画が掲載された。ありがとうございます。